大型生物の立ち往生で住民が混乱しています。この事件は8月5日の午前0時、本来トイレに行く時間なのにもかかわらず立ち往生を続ける大型生物が発見されたものです。調べによりますと、立ち往生した生物は50キロを超える体重を存分に使い、約2分間にわたって抵抗を続け、ため息をつくなどの悪態をついたといいます。また対応した住民は、風呂上がりだったのにちょっと汗をかくなどの被害を受け、怒りをあらわにしていたといいます。容疑者は、眠かったので動けなかった、許してほしいなどと供述しており、それを受けた住民は、ええよと話しているとのことです。続いてはスポーツ。米バスケット NBA の大谷翔平、次はサッカー。